はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト11のスイッチ版の方の実況から続きやっていきたいなと思います。ということで、なんか見えるな、あの方あれじゃないですか、僕が2年ぐらい前から言ってるあのババアのカテゴリーで一番エロいって、この人多分下手したら100歳ぐらいでしょ多分。いや、わかんないんだけど、ババアのカテゴリーで一番エロいとされてるこの方がついに出てきてくれました。会ってみましょう。さあ、イベント始まった。あらあら、夜べなくさまよう哀れな魂がまた一つこの世の果てに流れ着いた。何歳ぐらいなの？100歳ぐらい。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子が冥府に落ちるなんて、ほんと神も仏もありゃしないよ。この時点でわからないのか。まだずいぶんほうけた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか分かってるのかい？60歳でも全然いけるんだから。もう全然入りましょう。へえ、あんたの年でそこまで知ってるとは。こりゃ大変だ、世紀の大天才が現れた。現世に戻ってな、煽られてんのかね。ちょっと分かんないけど、ちょっとなんて、そんな嘘に騙されるかっての。あの世に来てまで知ったかぶりするなんて、ほんと見えっぱりなやつだよ。どういうことよ。仕方がないね、無知なあんたにこの冥府について少し教えてやろうか。勇者だってこと分かってんの？なあ、鈍いあんたでも分かるだろう。見ての通り、この世界には何もない。そう、ここは無の世界なんだ。本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生するために大樹へ向かうんだけどね、魔王によって大樹が失われた今、冥府は完全な無の世界になった。哀れな魂の行き場は永遠に失われたのさ。すんごい飛ばしながらやったから全然知らないんだけど、この設定。だからあんたの魂はもうすぐこの虚無の中で消えちまうんだよ。先生、難しくてよくわかりません。先生、ちょっとよくわかりません。先生、大気による生命の循環は絶たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限りこれは変えられない。悔しいだろうけど諦めな、もうどうしようもない。もうあなたのバインバインがすごいことしかわからない。全ての命の源、大樹の魂を手に入れた魔王に叶う者がいると思うかい？いないです。いるわけないよね。いません。でもさ、そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。めちゃめちゃ綺麗だね。ね、めちゃめちゃやっぱ好きなんだけど。どいつもこいつも往生際が悪いったらありゃしないよ。ちょっとあのまつげ見て、あれまつげ言ってんのかな。ぜっ言ってんのかな。なんか言ってる。聖なる波動と不屈の刃が交差するときに、交差するときにまばゆき光の、これあれなんだよね、戦いあんのか。まばゆき光の星雲が生まれ、闇に閉ざされた世界で希望の光で満たされ。なんもないな。なんもないね、なんもないね。ごめん、ちょっと初歩的なこと言っていい？あれスイッチからだよね、あのダッシュね。今さらなかったよね、確かね、なかったから。ローさん、じいちゃん、かっこいい。ローがこの世を儚んで死んだとでも思ったかい？とんでもない逆さ。あいつは諦めてなんかいないよ、魔王をぶちのめすことをね。ロウ、あんたのじいさんは、あ、知ってたのかい？その奥義を習得するために決死の覚悟で死んだあたいに会いに来たんだ。死んじゃったんだ、やっぱりね。そうだよね。もうあたいが誰だか分かっただろう。かわいい。そう、ロウの師匠であり、あんたの師匠になるはずだったニマだよ。ニマさんいいね、やっぱ。俺やっぱニマさん一番かな。あの魔法陣が見えるかい？ロウは体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に大樹の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。ここに来てから奴はずっと踊り続けてる。
体が自由に動く年でもないのに、ほんと無茶するよ。見てな、あの魔法陣が完成した時、ローは奥義を得得するよ。そんなに強くないよね。そないに強くないよね。ロー、甘っとれるな。またお尻を叩かれたいのかい。嬉しいかな、嬉しいよ、こんな美人にって思ったけど、せーにゃなの開始を見るかけで死んでまうから、ペット取れるわみたいな。おお、あ、まだいること分かってないんだ、魔王がいること。かっこいい。一周目でよく分からなかったんだけど、二周目で分かるね、ローのかっこよさ。かっこいいね。グランドクロス、あの野郎やりやがったね。グランドクロスだよね、違ったっけ。たまにはかっこいい姿を見せんじゃないか。違う、そうだよね。中国っぽいことでドヤコアでわーって言ってて覚えた技がカタカナのグランドクロスだから。うひゃひゃ、太子様ついにやりましたぞ。わしの勇姿を見ておられましたか。根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。なんとか夫婦剣だから分かるけど、褒めてあげるよ。グランドクロスやっちゃう。なんと太子様、今わしのことを褒めましたな。わしのこと褒めましたよね。おひょひょい、太子様に褒められるとは何十年ぶりか。その言葉だけでご飯十杯はいけますぞ。えらい子供みたいなさ。あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないかい。横を見てみな。お主は、おお、勇者よ。そういうことなのか。死んでしまうとは。面白いね。何事じゃ。こんな面白かったんだね。ごめんなさい、すいません。チャカチャカチャカってやったから一周目は。落ち着きなろう。早とちりするのはあんたの悪い癖だよ。ニマさんいいね。ニマさんちょっといいな。生きてる。なんですと、生きていると。そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだよ。ほう、そうか、そうか。まったく危険なことをしおって、わしならもう大丈夫じゃ。さあ行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいれば、まあされるものはない。現世戻って憎き魔王をぶちのめすのじゃ。そんなに強くないんじゃねっていう。結構がっかりしてた。待ちな、どこへ行くんだい。今さんいいね。太子様、大変お世話になりました。修行も終わったことですし、我々は元の世界に帰ろうかと。修行はまだ終わってないよ。なんだって。ああ、そういうことか。さあ、こっちに来な。なんだっけ、でっけえ剣がで降りてくるやつ。た、まあ、そういうことですよね。最後、胸を借りるつもりで、胸をか、しつけえな。しつけえな。こそルルダの奥義、グランドクロス。あの技は神話の時代、勇者老主の仲間の一人ウラノスによって編み出された技だ。ちょっとニマさんで思った人以上にちょっとちっちゃいんだね。あんたに教える技は小ぶりだね。グランドクロスにも引けを取らない大技、覇王山さ。覇王山がね、なんてったって覇王山は老主が初代大使天神との修行の中で編み出した空前絶後の非奥義だからね。強くてもいいよね。MP 全部使ってでもスケタメージとか。ウラノス様の技を覚え、お主がローシュ様の技を覚えれば向かうところ敵なしじゃんな。でもね、覇王山は里に受け継がれながら、ローシュ以外には誰も習得することができなかった。その技をわずかな時間で覚えようってんだから、
当然修行はとんでもなく厳しい。覇王さんのダメージ検証やんなかったね。なんでやんなかったんだろう。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていてもそれに耐える覚悟があんたにあるかい。はい。いい返事だね。それじゃ美人の前でね、早速覇王山の修行を始めるよ。男ってそんなもんよ。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。さあ手を前に出し剣をイメージして魔力を集中させな。絵に描いたような姉子キャラだよ。いや、よくない。さあ、いきなりできんのかい。まあ最初はそんなもんだろう。というわけで、できんのかい。あとは実戦で技を磨いていくとしよう。こいつが出れんのがたまらんよな。たまらん。それでは、男ってするの大好きだよね。まさか大使様と。いや、しかしそれは早すぎませんか。はあ？何言ってるんだい。相手はお前だよ。お、ま、え。なんとわしが戦うのですか。ガリガリなんだが、ぜちょっとローちゃん今ガリ。さっき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い、こいつは見物だね。じゃあ準備ができたら戦いにいいな。え、じいちゃんを殺すの。殺さはないけど、え、戦う、そんな試合だったっけ。なんか魔物が、まあいいや、行こう。まあ任せろ。じゃあちょっと待ってな。今さんいいわ。ローに力を貸すからね。うん、思ったより以上にその身長が高くないところがちょっとこう萌えポイントっていうか、俺の中でなんか、おお、もっとなんか巨大な、ちょっと結構身長高いのかなと思ったのよ。パワーがみなぎる。かわいいね。若き日の力を取り戻したようじゃ。今なら大使様にも勝てそうじゃわい。いいカイロ、手加減はいらないよ。全力のグランドクロスを使っていたぶってやんな。死んじまうわ。そんなすげえ技全力、死んじまうわ。どうなってるんや。あんたはローの色化にやられてんな、あれ。あの自信ながら覇王山をローにお見舞いするんだ。それを繰り返すうちに覇王山はどんどん威力が増していく。そうやって覇王山を完成させてみな。まつげがすごいんだけど、ギャルみたいな。では行くぞ。ありったけのお主を見せてみ。ちょっとジジイ、色化に持ってかれんなよ。ちょっとどっちの味方。ローが現れた。いや、知ってたけど。さあ行こう。お前の力見せてみな。オッケー。覇王、いや待ってほしい。待ってほしい。やめて。めちゃめちゃ強いじゃん。で、これ死ぬの？ちょっと待って。死んじゃうじゃん。オッケー、ナイス。まあ待って。いや。オッケー。来るから。ってこと？弱っ。見切れるかの。弱っ。一番左だろ。オッケー。もう見切るから光ってるじゃん。光ってるね。もう影って言うてしもてるし。いや、影って言ってますよ、ローさん。影ちょっと強くなってるね。ちょっとずつ影って言ってんだけど。やめて。やめてほしい。覇王の来る。実は聞くぞい。わかるけど、わかるけど。どんどん何回も使ったこと、影が。ちょっと強くなってるね。ちょっとずつ。やめて。やめてほしい。いや、強いな。そうそう、一回。どんだけ増えていくの。もうローで、いや、待ってほしい。死ぬんじゃね。死にそうじゃない。ちょっと死にますよ、これ。オッケー。どういう終わり方するのか、ちょっと覚えてないけど。やめて、押します。すいませんでした。強いね。そんな、やめて。やめてください。で、次に一回呪文で。オッケー。どうやって勝ったのか覚えてないんだけど。やめてください、それ。どんだけ避けていくんだ。待って、やめて。オッケー。元100コインじゃない。超えたね。超えてきたね。やめて。おい、なんかゾーン入ってるし。やめてください。こいつが回復した方がいい。どっち。待って、やめちょ
もうなんかすんげえ行くんだけど、これ戦い方俺間違ってない？ちょっと待って。俺戦い方ちょっと間違ってるのかな？え？オッケーオッケー、いいよ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 。なんか間違ってますかね？なんか戦い方やめて。違うね。多分なんか影をやめてください。守りをやめて、そういうのいらない。そういうのいらない。覇王山行きましょうか。もうでもなんかもうオレンジ色になってるからそろそろオッケー、大丈夫。ちょっとよくわからん、影を先に倒した方がよかったのかな。なんだかちょっとよくわからなかった。勝ちました、ありがとうございます。なんかよくわからない。弱くね、じいちゃん。いいねいいね、よくやった。いやいや、そっち。わずかな時間で覇王山を習得できるか内心心配していたけどさ、どうやら取り越し苦労だったようだね。どこ見てんな、覇王さん。いやちょっとローさんが早くね。いや、まあいいけど。あの光の剣の強さはあんたの心の強さ。あの剣を鍛え上げるんだ。アニマさんいいな。これが出るたらやばくね。そうすればあんたはどんな困難にも立ち向かっていけるよ。いいね。じゃあロウを起こすとするか。死んでもうとりやないか。僕死んではない。奥義を覚えたわしを倒すとは。まさかお主がここまで成長しているとは思わなかった。じいちゃんにこんなこと言うのだけど、弱かったよ結構。辛い修行から逃げずによく頑張ったね。これでもうあんたはあたいの立派な弟子だよ。一戦しかしてないよね。そもそも一戦。うん。来た。なんか来た。見つけたぞ。六軍将のなんだお前は。まさか。魔王ウルノーガ。死滅した世界で這いずり回る虫けらどもよ。ここで滅ぼしてくれ。そんなに強くなかったんだろうな。やめてあげて。いけない。いや、もっと魔王め、とうとうこの冥府にまでその触手を。奴の力をちょっと甘く見すぎてたか。ニマさん、いや、俺ちょっとニマさんがちょっと今言った、ちょっと教えたいことがまだ残ってるってのに。今しい奴だ。教えたいことがまだ残ってる、このセリフがまだ。こうなったら仕方ないね。この場であんたたちに最終奥義を授けるよ。最終奥義？わしが覚えた技、グランドクロスこそがドゥーダの奥義ではなかったのですか？それは違う。老子とウラノスが協力して放つ合体技、それこそが初代大使が考案した真の最終奥義だ。さあ二人とも覚悟はいいかい？めちゃめちゃ美人じゃん。遥かなる時を超え、もう一度伝説を繰り返すんだ。あれ？あんたたちが放つ最終奥義、それをあたいのメイドの土産にさせておくれ。必ず助けるからね。助けよう、この人は。なんか来んのか。六軍王のなんだらかんだらが来んじゃないのか。あたいの掛け声に合わせて技を放つな。チャンスは一度。こんなに熱かったか、ここ。ロウ、ありったけの力を込めて空にグランドクロスを打ち上げるんだ。かっけえ。今だ、覇王山を。めちゃめちゃでかなってるやん。めちゃくちゃでかくなってたけど、どう、めちゃくちゃでかくなってない。この技こそドゥルダに伝わる真の最終奥義。声がめちゃめちゃ合ってる。グランドネビュラだ。グランドネビュラってなんかどこかで聞いたことあるような。ドラクエじゃなくね。ドラクエではないような感じの。
むよ、助ける助ける、絶対絶対。配信がもしできなくなったとしても戻ってきました、助ける。これはいけません、体が衰弱しています。急いで二人を里まで運びましょう。めちゃめちゃいい笑顔だったじゃん、なんなのあれ。いやー、広の中石君のタオさんは二馬大使が最後の力を振り絞り魔王の 目をくらませる夢を見た。そして夜が明けた。まあ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 、いずれ助けましょうよ。過ぎ去りし、まあこれ以上言いません、言いません。どこ行った、こんな暑かったっけ、ここ、ここの展開こんな暑かったっけ。すいませんでした。よかった目が覚めたな、体も大丈夫そうで何よりだ。ロー様は先に目覚められて一足先に外に出ている。めちゃめちゃ心配してんじゃんお前。俺たちも行こう。めちゃめちゃ安堵がわかるし、ちょっと焦ってた感じも可愛いじゃねえか。グレイグがちょっと可愛くね、今のなんか、あーよかった、あーよかったみたいな、なんか、なんかちょっと若干燃えてしもうたんやが、あれどうしたんだよ俺。あなた何かに目覚めそうな、あれ可愛い、グレイグを可愛いと思ってしまったんだが。いや、おはようございます。昨日気を失った姿を見たときは心配しましたが、大丈夫そうですね。行こう、外でどっかにいるらしい。なんかに目覚めてしまいそうな気がする。いや、なんかちょっとすごかったね、嬉しかった、なんかあ、おーあーみたいな。あれが男の友情ってやつか、あれがそうなのか。あ、いい。おお、遅かったではないか。なんじゃ、人の顔をジロジロ見よって。めっちゃ太ってるやん、どうしたん。ロー様がすっかり元の姿に戻られたので何時間ぐらいかな、驚いているのですよ。一時は骨と皮だけでしたからね。ボクさんも一日くらいなんか10キロくらい戻すんだけど。あれくらい大使様の修行に比べれば何でもないわい。飯を食べればすぐ元通りよ。いや、ちょっと杉祭司、いや、あっち早くやりたいね。聞いています、冥府で大使と出会い修練を受けられたそうですね。さらに老主様の技を覚えただけでなく、ルルダの最終奥義まで習得したとのこと。そうじゃグレイグ、わしがあっちの世界にいる間我が孫が世話になったようじゃな。礼を言うぞ。それには及びません。これまでの無礼を考えれば当たり前のことをしたまで、むしろこちらがお詫びする立場です。二の腕すごくな、グレイグの。いいんじゃ、すごかったね、今。グレイグ、顔を上げ。そなたも運命に翻弄された哀れな男。いや、哀れな男で言うてやんねん。お主を責めるつもりはない。哀れな男って。しかし、ロー様。被害者とかさ、なんか。これから一体どうすれば、ドゥルダに来れば何かわかると思ったのですが。そう、それについては心当たりがある。大使様の話によると、先代勇者老主は神の乗り物で空を飛び邪神と戦ったらしい。神の乗り物、詳しくは知らんが、先代勇者たちが使用したその乗り物を手に入れれば天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。ドラクエやってきたから、天空って言葉でピクって動くよね。バラバラになった仲間のことじゃ。みな諦めの悪いものばかりじゃから、きっと世界のどこかで生き延びているはず。よいか、勇者老主の足跡をたどるため仲間を探しながら、もう一度神語りの里聖地ラムダを訪ねるのじゃ。さあ、ゆっくりしている時間はない。一刻も早くウルノーガの野望を砕かねば。皆の者、出発するぞ。いや、いいね。よかったね、こんなに熱い展開だと思わなかったね。ちょっと見入っちゃった、ごめんごめん。なんかめちゃくちゃ面白かったね。いや、大使がめっちゃ最後なのね。いや、特にグランドクロス、いや、ありがとうございました。連携は覚えたね。あなたが強大な力を持つ魔王ウルノーガと戦うために、我らドゥルダの民も協力いたします。勇者様のために
特別な修行を用意しました。自らの力を高めたいと思ったら、ぜひドゥルダの大修練場に来てください。こっちでするってこと？え、うん、どういうこと、うん、こっちでも修行できるんだってこと？へえ、終わっちゃった。いやー、ということでちょっとね、本当にこんな熱い展開だと思っておりませんでした。めちゃめちゃ面白かったです。ということで今回この辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いします。それでは皆さん。